J フロントリテイリング大丸松坂屋百貨店大丸、下関大丸株式会社下関大丸は、山口県下関市、竹崎町にある日本の百貨店、大丸下関店の2020年2月29日までの店舗名、並びに運営会社であった、大丸松坂屋百貨店の連結主会社である。2020年3月1日に株式会社、 大丸松坂屋百貨店が株式会社下関大丸を九州合併し、法人格は消滅、店舗は大丸松坂屋百貨店の直営店舗に改められた。大丸下関店正面口、JR 下関駅東口にある複合商業施設 C モール下関の各店舗である。売り場は地下1階から地上7階まであり、店舗面積は 約2万4000平方メートル。4階に東急ハンズの新業態店舗、プラグスマーケット、5階に、ニトリが入居する。前身の下関大丸時代は、下関市内の唐戸地区にある商業施設、カモンワーフ内にギフトショップを出展していたほか、山口市に、宇部山口出張所、萩市に、萩、長戸出張所を置いていたが、 大丸松坂屋百貨店への九州合併に伴い2019年12月27日をもって閉鎖閉店した。なお、両出張所はもともと、宇部、山口、萩、長門の独立した4店舗であった。また、下関大丸時代は独自のポイントカード及び、クレジットカードを発行し、大丸カード松坂屋カード、大丸松坂屋カード、 桜パンダカードへのポイント付与率も多店扱いと同等となってたが、大丸松坂屋百貨店への九州合併による直営店化に伴い2020年2月29日をもってピコットクラブカード及び下関大丸ピーコックポイントカードへのポイント申請を終了した。そして大丸松坂屋百貨店直営店としての営業開始日より、 大丸松坂や百貨店と同様のもの及びクレジットカードを導入することとなった。また、2014年10月の楽天ポイントカードサービス開始時より楽天ポイント加盟店でもある。1983年に大丸系列で一斉にシンボルマークが変更された後も屋上に旧来の丸2台の大丸の車掌を掲げている。 2021年2月時点のフロアガイドによる主要店舗のみられつ。1950年9月25日に太陽漁業や林県産業などのマルハグループが創業の地である下関市に大丸と提携して株式会社下関大丸を設立し、同年11月1日に林県産業の本社の近隣にあった大和町貿易ビルで開店したのが始まりである。 1959年12月1日には、下関駅西口に店舗を移転、拡張を図るなどして、下関を代表する大型店に成長し、1970年10月の日銀などのライバルとなる大型店の進出に対抗して競争を繰り広げた。1977年10月21日には、下関商工会議所や地元の商店街などと共同で、 下関駅東口にショッピングセンター、シーモール下関を開業し、そのキーテナントとして、店舗を再度移転して、拡張を図った。このシーモールへの移転の際に、大丸からの出資を受け入れて、マルハグループと大丸の合弁事業化したが、マルハ創業家の中部一次郎が引き続き社長を務め、1998年10月に、横浜ベイスターズが優勝した際には、 マルハグループの一員として優勝セールを行うなど、マルハグループとしての運営も引き続き行われていた。2001年8月31日付で、林県産業が保有する全株式を譲渡したことによって、マルハグループが保有する株式が例になって、大丸が100%出資する完全子会社となり、それに伴って9月17日にマルハグループを代表していた。 中部一次郎は31年7ヶ月に及ぶ社長在任に終止符を打って退任し、大丸から派遣された社長が就任することで、明日ともに完全に大丸の参加に入ることとなった。バブル崩壊後の消費低迷や郊外のショッピングセンターとの競争による中心市街地の小売売り売り上げの低迷に加えて、 わずか数キロの海を隔てて向かい合う北九州市の小倉地区の井筒や、コレット、リバーウォーク、北九州などとの競争の激化や高速バスの発達に伴う福岡市などへの消費流出に苦しみ、1997年2月期には売上高284.21億円だったのが、2000年2月期には255.55億円。 2012年2月期には179.74億円と落ち込み、他の地方百貨店と同様に売り上げは、ピーク時に比べて大きく減少しているが、利益面で見ると2012年2月期で営業利益4.90億円、経常利益4.04億円、当期純利益2.05億円と1997年2月期の経常利益4.90億円に比べて、 大きく落ち込まない水準を確保している。2019年5月8日、大丸松坂屋百貨店の親会社である J フロントリテイリングが法人としての下関大丸を大丸松坂屋百貨店に吸収合併させることを発表した。合併日は2020年3月1日で、同日付で大丸松坂屋百貨店の直営店となり店舗名は大丸下関店となった。 大丸松坂や百貨店は下関店を地方郊外店改革のモデル店舗として位置づけ直営化に合わせて約10億円を投じて全館リニューアルを実施全国に店舗目となる東急ハンズの新業態プラグスマーケットや山口県内では初となるアインズトルペホワイトクロゼットなどを導入一部フロアでは定期賃退釈契約を活用して 大丸松坂や百貨店初のニトリなど大型テナントを誘致し、同年3月23日にグランドオープン。同年10月10日には、百貨店では全国初となるスタートアップ拠点、ジョイン08さんがオープンした。ありがとうございます。